こんにちは。私たちサーリーサです。よろしくお願いします。みなみです。小学5年生の11歳です。まなかです。小学6年生の12歳です。よろしくお願いします。早速ですが、1曲目に行きたいと思います。1曲目はオーバーフローという曲です。この曲はすごいかっこよくて、感想のところでもすごいかっこいい振りがあるので、そこにもぜひ注目してみてください。お願いします。それでは聴いてください。オーバーフロー。人形劇とマジックすんねんけど、仲いいお友達とみんなでやるからめっちゃ楽しい。え、いいな、お楽しみ会か。え、プーさんの劇すんの？うん、プーさんの役すんの？違うね、ピグレット役で、ピグレット役でな、ドドドどうしようって言うね。ドドドどうしようっていう。うん、めっちゃ可愛いな。マナッチは最近なんかあった？昨日、リレー大会があって、うん、毎年あんねんけど、4年5年の時はもう絶対勝てへんかってんけど、うん、昨日はもうダントツ勝ってん、うん、え、マジですごい。え、ミーミー走り得意？めっちゃ遅い。遅いか。まあ可愛いしな、いいね。じゃあもう、な、これすごくない？話変わるけど、ミミもやってもらってん。ミミもやる？めっちゃ可愛くない？めっちゃクリクリ。めっちゃ三つ編みしてもらってんのよ。やってもらった人、あ、いる。ほらほらほら。めっちゃな、可愛い。あと、そこでも撮影会があるので、またやってない人もチェックしてしに行ってください。お願いします。お願いします。じゃあ次の曲いこうか。うん、次の曲は、今日このおしゃれな女の子たちがたくさんいる今日にもぴったりなファッショナブルという曲です。はい、この曲はここにいるみんなのような可愛い女の子の気持ちを歌った曲になっています。それでは聴いてください。ファッショナブル。お気に入り自慢の通りねと、全然
行こう。